定数係数の2回同時線形微分方程式の応用例として、質量バネ系のモデル化を解説します。バネに質量 M の重りが吊り下がっているとします。バネの重さは無視できるとします。鉛直方向の下向きに Y 軸を取り、重りを吊り下げた時の自然な位置を Y イコール0とします。これを下に力を一旦加えてから離した時の運動について、微分方程式を立てて解いてみましょう。時刻 t の重りの位置を yt とします。バネ定数を k とすると、フックの法則とニュートンの第二法則より、重りの伸びにバネ定数 k をかけた力が働くのと、重りの質量と加速度をかけた my′ の力が重りに働きます。したがって、運動方程式は m×y の w' プラス ky イコール0となります。力の向きを気をつけてください。y 軸は下向きにとっています。そして、k と m は正です。重りの位置 y に対して、ky がどちら向きに働くか、同様に加速度 y′ に対して、my′ がどちら向きに働くのかを考えると、符号が分かりやすいかと思います。自分でも確認してみてください。こうして運動方程式を微分方程式で立てることができました。それで、これは定数係数の2回同時線形微分方程式になっています。この解法はすでに学習したところです。微分方程式を解く前に、まずどのような解が出るか予想してみましょう。バネに吊り下がった重りの動きを頭の中に想像してみてください。想像できたら微分方程式を解いてみましょう。特性方程式 m ラムダ二乗プラス k イコール0を解くと、ラムダはプラスマイナスのルート m 分の ki となります。したがって一般解は、特性方程式の項は複素項になっています。これを公式に代入しますと、一般解は y イコール a かけるコサインのルート m 分の kt プラス dy のサインルート m 分の kt となります。a と b は任意定数です。初期値、例えば y0 と y′0、つまり時刻0における重りの位置と運動の方向ですね。これが与えられれば特殊解が得られます。求め方は、まず y0 を使って t イコール0を代入すると a イコール y0 と求まります。次に y′t を計算して、ここに t イコール0を代入することによって、b イコール y′0 かけるルートの m 分の k が求まります。適当な値でグラフを書いてみると、例えばこのようなものです。y 軸の方向は通常の上向きに逆転させています。で、こうして、サインとコサインを足し合わせたものなので、こういう周期的な関数になります。つまり、重りは上下に振動し続けるということですね。これは調和振動と呼ばれる運動です。この一般解に対して、三角関数の合成公式を用いると、yt イコール c1 かけるコサインの括弧ルート m 分の k マイナス c2 です。これは c1 イコールルートの a 次乗プラス b 次乗。それから c2 はタンジェント c2 が a 分の b となる値です。このように公式で変形するとコサインの式になりまして、周期関数だということがわかりますし、周期や振幅など、運動の様子がこの形の方がよくわかるかもしれません。もちろんコサインでなくサインに合成しても OK です。以上が質量バネ系のモデル化です。次の動画では
もう少し複雑なバネ系についてモデル化を行います。